皆さん、今現在ココちゃんはですね、慣らし保育というのに通っていまして、1週間に1回幼稚園の日があるんです。そして今日その幼稚園で初めてお絵描きをしたんですけども、ココちゃんが信じられないものを描いてきたんですよ。私はこれを見てびっくりしました。私の育て方が本当に間違っていたんですかね。先生がですね、黄色いクレヨンでお絵描きしようねって言ったんですけども、赤じゃなきゃ嫌だって言って赤いクレヨンでいろいろ描いたんですけども、これ明らかに血だらけの絵なんですよ。本当に私のせいです。どうもシュンズ TV です。皆さん、ココちゃんはですね、お絵描きが大好きなんですけども、初めて幼稚園で描いてきた絵がこちらでございます。まあ、正確に言うとですね、絵ではなく塗り絵なんですけども、表にはひよこさんが描かれていて、私も実際一緒にいたんですけども、幼稚園の先生が黄色いクレヨンで色塗りをしてあげましょうねって言ったんですけども、ココちゃんが黄色は嫌だって言って、このように赤い色でお絵描きをしたんですよね。で、私はココちゃんひよこさんだから黄色にしようねって言ったんですけども、やだやだ赤赤って言って、赤でぐしゃぐしゃってやったんですよ。私はすごくびっくりしました。ひよこさんの黄色っていうのはココちゃんはちゃんと分かっているんです。きっと今現在シュンズ TV の部屋にジュラシックパークの恐竜たちがいます。恐竜は人を食べたり動物を食べたりしますので、もしかしたらそれでココちゃんが赤いクレヨンでひよこさんを塗ったのかもしれません。これは本当に私のせいでございます。今からですね、ココちゃんにどうして赤い色で塗ったのか聞いてみたいと思います。ココちゃん、今日幼稚園お疲れ様。お絵描きというか塗り絵ですけども、このひよこさんを真っ赤に塗りました。ココちゃん、どうして、これどうして真っ赤に塗ったの？できるのだ。先生と一緒に塗ったの？でもこれ先生は黄色にしてって言ってたじゃん。どうして赤にしたの？ウダビーやよ。スーパーベビー？あ、もしかしてココちゃん？そうだよ。これさ、スーパースーツを着せてあげたんだ。僕さ、これ着たら強くなったでしょ。だからこのひよこさんにも強くなってほしくて。そういうことだったのか。ココちゃんはこのひよこさんに赤いお洋服を着せてあげたんですね。自分がスーパースーツを着て強くなったように、このひよこさんにも強くなってほしいってそう思ったんですね。ココちゃん、勘違いしていました。ごめんね。ココちゃんはかなりひよこさんのことを考えて描いてくれたみたいです。私はもう本当に涙が出そうですよ。素晴らしい塗り絵でございましたね。そうだよ。これでひよこさんも強くなったでしょ。いやー、焦りましたよ。ココちゃん、自分と同じ赤いお洋服を着せてあげただけだったんですね。ひよこさんもとっても嬉しそうです。ココちゃん、芸術的な絵を描いてくれてありがとう。いや、そりゃそうなんだけどさ、でも今トイストーリールーム大丈夫かな？なんで？だって今恐竜さんいっぱいいるでしょ。僕が助けに行かなくて大丈夫かな？確かにね、過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、今現在シュンズ TV の部屋には恐竜がたくさんいます。ココちゃん、私が今トイストーリールームの様子を見てきたいと思います。恐竜たちが暴れておもちゃたちを食べてないといいんですけども。よし、ココちゃん、ここで待っててね。なんでよ、僕も行きたいのにさ。神様。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。ココちゃんが言ってた通り、恐竜たち暴れてないかちょっぴり心配ですけども、おもちゃの皆さん聞いてくだ、さい、あ、ちょっと待って、恐竜増えてませんか？それに真っ赤に染まっているんですけども、これってもしかして誰かが食べられちゃったってことなんですか？教えてくださいよ、ハモンドさん。ティア、ハモンドさんは言っている。この子たちは今ケイトのボールで遊んでいた。そしたらケイトのボールがほつれてしまって、このような状態になった。 Yes, we Canada。 そうかびっくりした。別に誰かが食べられたわけではなく、ケイトのボールでみんなで遊んでいただけだったんですね。それに待ってくださいよ、小
さいティラノサウルスとか小さいモササウルスがいますけども、この子たち昨日までいなかったですよね。シュンさん、実は昨日の夜中に子供たちが入ってきたんだよ。子供たち？そうなんだよ、ティラノサウルスとモササウルスの子供たちとブルーのお友達みたいなんだ。そうかそうか、こういう風に子供の恐竜もいっぱいいるんですね。待ってください、親子すごく仲良くしているように見えるんですけども。ああ、ハモンドさんが言ってましたよ、恐竜たちも親子の愛は素敵なものじゃとね。そうなんですね、そうなんですね。だから子供の恐竜たちがこのように現れて、みんなで仲良く遊んでいるんですね。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね？いいことを教えてやろう。私のスクリーンロケーションでジュラシックパークの中を見たら、史上最強のハイブリッド恐竜がいなくなっていた。そう、ジュラシックパークで暴れ尽くしたので、今現在はシュンズ TV の部屋に向かっているぞ。なぜならたくさんの恐竜たちがいるからな。この新種の恐竜はシュンズ TV で暴れて全てを破壊し尽くすだろう。ロゾ、マジかよ、やばいです。ハイブリッドの恐竜がついにジュラシックパークを抜け出したって、このままじゃ人間界で暴れまくって大変なことになりますよ。それに向かっている先がこのシュンズ TV の部屋って、皆さんやばいです。ハイブリッドの恐竜が来たらマジで勝ち目がありません。だってここにいる恐竜たちみんなビビっているわけですからね。一体どんな恐竜を作り出したのかわからないんですけども、警戒していたいと思います。そして人間の世界も恐竜の世界も親子の愛はとても素敵なものでございますね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね？私の作戦は完璧だぞ。ハイブリッドの恐竜はこの地球上で最も強い食物連鎖。だから恐竜たちを次々と襲っているのだ。ロッツォにお願いです。インディ・ジョーンズを仲間にしてください。ああ、その必要はないぞ。なぜなら私の作戦によって、今回のハイブリッドの恐竜はシュンズ TV の家に向かっているからな。ロッツォさん、ポピープレイタイムのマミーを洗脳してください。手足と首が伸びるので最強です。ああ、手足が伸びるキャラクターでイラスティガールというのが最近まで洗脳していたんだがな。うまくいかなかったので、それはやめておこう。ロッツォに質問。ブルーアイズホワイトドラゴンを洗脳してください。遊戯王カードの中でも強いモンスターですよ。ああ、ドラゴンは確かに強いかもしれないが、今回のハイブリッドの恐竜はそんなドラゴンよりも圧倒的に強いぞ。高い知能を持った今までで一番最強の生き物だ。ああ、そうそう。シュンズ TV を応援したい奴はチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。